あのね、刑法234条広く業務妨害になるので私服警官が入ってますから、それ以上言うんだったら捕まえてもらうよ。隠れ、はい、日本という国はどういう国かといったら、世界で最初に植林をしたそういう民族です。それまでの他の異民族たちはみんな木を燃料として買っちゃうんですよ。石炭を掘る、石油を掘る、同じ木を枝を折ってそれで燃やす。ところがそれをやってるとだんだん森がなくなって砂漠化しちゃうので、それで日本人は縄文人として植林をしたんです。いいですか。そうしたら将来の日本人たちが幸せになる。縄文人たちは平均年齢が28歳ぐらいです。例えば15歳で植林したとする。そうすると28歳には13年間しか見られない。そうすると今度その子供がね、やるとなると今度は子供が植えたったら26年、 3代下がって39年、4代で、ね、やっと52年、子供、孫、ひ孫、その次のその4代目の人のまだ見たこともない人のために一生懸命植林をしたわけです。そうやってまだ見ぬ将来の人々のために一生懸命やる。それをやってるからご先祖様が偉いというふうになってるんです。でそれでそれを実現するためにご先祖様が一生懸命やってるから、なのでご先祖様が心配する、思う、尊敬する、そういうふうにしてるわけですよ。それが日本でした。だからずっとご先祖様のことを信頼してるわけです、尊敬してるわけですよ。でそれで日本人はだからずっとそれを山田直しやってるわけですよ。なので自分のことよりも他人のことを思いやる気持ちがすごく強いんです。こういう話があります。私の主人で救急救命士がハイパーレスキューがいます。それで例えばね、どこでもいいですよ。そうですね、そこの横浜エアキャビン、その中が火事になって取り残されてる人がいる。もう燃えちゃってると、中を鍵がもう開かない、壊れてる。あのね、刑法234条で広く業務妨害になるので私服警官が入ってますから、それ以上言うんだったら捕まえてもらうよ。隠れ、はい、無視して話しますといいですか。それで火事になってて、中人が閉じ込められてる。そしたら絶対助けなきゃいけないわけですよ。で3人1組で行くの。1人は鍵をプラスチック爆弾つけて、こういう鉄板が壊さなきゃ開かないから爆弾で開けるわけですよ。そうするとバックドラフトって言ってわー火が入ってくるから、その爆弾をやってこうやって着火したら焼け死ぬ可能性、消防機来ても焼け死ぬ可能性があるわけです。バックドラフトっていう映画があったぐらいです。でどうしてもそれやんなきゃいけない。なぜならば彼は大和田市で中の人を助けようとしてる。その次に何をやるか、2番目の人はこの人が爆弾スイッチを押したら燃えるのが分かってるから、5メートルぐらい離れて消火器でこうやってやってそいつを消すんですよ、命がけで。でこの人はこの血もつながってない戦友が絶対に助けてくれると思うから、信頼できるから、だから爆弾のスイッチを押せるんですよ。そしてこの人は絶対こいつを殺さないと、俺の仕事はもしバックドラフトが来ても俺はこいつだけを殺さないと思って火をかけて消すわけ。で見事消えたと。そしたらもう消してるのに時間がないから無線ですぐ応援を呼ぶんだ。そしたら応援を呼ぶ消防士さんが、ハイパーレスキューが、それが開くのを待ってて、今入れってやるわけですよ。そしたら普通の消防士さんがザーッと入ってきて助ける。わかりますか。こうやって日本人は自分じゃない人も命がけで助けるわけ。この時大事なことは何か、優先順位と緊急事態の準備ですよ。重要なのか緊急なのか、一番最初にやらなきゃいけないのは緊急性、緊急性ですよ。すぐやらなきゃいけない。次が重要度、ね、で緊急状態で重要度が高いとこからこうやってやっていくわけです。そうすると今のこの話もそう、今何が重要なんですか皆さん。
日本が失われるか失われないかが緊急で重要なんじゃないんですか。そうですよね。そのためには我々がちゃんと手を取り合って、ね、自民党が一番なんで、まあ、自民党自体が悪いわけじゃないけど自民党を何とかしないと。自民党が乗っ取られてるから自民党にたくさん投票が入っちゃうと、ね、うまくいかないわけですよ。だから今もそう、これはね、本当に安倍総理のことは本当にお祈りしてるけども、岸田総理がだんまり決めてるってことはよくあるパターン。こうやると同情してくれて票が集まるんです。何回もこういうのやってましたよ。大石さんなんかもそうでしたよね。だからちゃんとした情報を発表しないわけ、これはいけない。自民党が勝つために亡くなった人を利用しちゃいけないんですよ、これは。そうでしょ、皆さん。なので、今日本で何か大事かとか、この国が奪われるかもしれないということ自体が重要で緊急なわけですよ。そうすると、これに、ね、この人たちをやっつけるためにはどうするかって言ったら、本来であれば野党が結束するんですよ。だけど野党は全然結束しない。じゃあね、N 国党さんとか令和さんとかね、結束してるのかって、結束してないでしょ。このね、国を守るために今やるのは足の引っ張り合いじゃないの、分かりますよね。ほらー、今やろうとしてるのはこの人が爆弾を仕掛けて開けようと思ってるところに俺も栄光が欲しいんだからって足引っ張ってて、そしたらこの人も死んじゃうし中の人も死んじゃうんじゃないんですか。っていうのは愛国党じゃないんですか、皆さん。あとたった2つじゃない、そういう意味で2つじゃない、そういう意味で2つじゃないんですよ、皆さん。もう今日だってこの時間ですよ、8時になったらもうマイク使えない、この状態でも戦わなきゃいけない。どんなに足引っ張るやつらがいたって僕らは結束してるんじゃないんですか、皆さん。段階ってマズローの欲求段階って知ってますよね。知ってますか皆さん。自分が欲求っていうのは5段階あるんですよ。一番下は何か知ってますか。排泄の欲求です。うんちがしたい、おしっこがしたい。皆さんお腹が空いて、お腹が空いててどうしようもない時と、もうちょんってつついたらおしっこ漏れちゃいそうな時、どっちやりますか。おしっこしたいですか、ご飯食べたいですか。おしっこしたいでしょ。うんちが漏れそうな時もそうですよ。一生懸命トイレ探すんでしょ。つまり生理的な欲求っていうのが一番下にあるんです。これ経営でやる話ですけどね。その次は自分の身の保存、生存の欲求。おしっこが出せるようになった、うんちが出せるようになった、そしたら次は食欲じゃないんですよ。例えば離れ小島にいるんだったら蛇に噛まれたりする、熊に噛まれたりする。そうすると死なないとこは次探すんですよ。そこで初めて今度は水が飲みたいとかご飯が食べたいとか、そういう欲求になるの。その次が何か、これが承認欲求っていうんです。自分たちがバカじゃない、間違ってない、そういう欲求をしたいっていうふうになるんですよ。そういう人たちがここに今いるんです。分かりますか。つまりこの国がどうなるかよりも自分たちを承認してもらうためにやってる非常にかわいそうな人たちなんですよ。だからいじめないでください。頭が悪いだけだから。で、この承認欲求の次っていうのが自己実現欲求なんですよ。自己実現っていうのは自分が社長になりたいとか自分が政治家になりたいとか、そういうのを自己実現の欲求っていうんです。でそっちのさらに上っていうのがこの日本だとか地球だとか宇宙が良くなるという大調和でみんなが幸せになるっていう欲求なんですよ。参政党はこの一番上でやってるんだよ。だからかまってちゃうかまってる暇ないんだよ。我々がやんなきゃいけないことはかまってちゃうかまってやることじゃないの。この国を救うの。あとたった2日しかない。
じゃない。そうでしょ。そしたらあと2日間、もう皆さんはもう分かってる、賛成党に投票してくださるの分かってる、そして選挙区もね、藤村愛子さん投票してくれるの分かってる。で、比例は賛成党っていうふうに書いてくれるのも分かってますよ。そしてここもそうです、ね、400人ぐらい人がいるけども、皆さんが書いてくれるのも知ってます。なんだけども、それだけだったら、それだけだったら120万票とか130万票しかならない党員が投票してくれて、賛成党に党員になってここに来てくれる人って言ったら、そのぐらいの数なんです。それだと不正選挙やられたらおしまいなの。もういっぱいそういう事例あるじゃないですか。投票箱ごとなくなってるとかっていうのがあったら、もうボールペンで書いたって意味がないんですよ。そうでしょ。そうするともう何をするかって言ったら、対策方法は2つしかないの。一つは万難を排して今日とか明日の不在者投票はしないでください。盗まれる可能性があるから。で、そしたらもう日曜日に投票所に行って行ったらいいですか、百何十万票っていうのを数えなきゃいけない、大急ぎで数えなきゃいけない。消しゴムでいちいちこうやって消して書いてる人はあると思いますか。もう無理だから、ボールペンとか何とかするんだったら、もう日曜日4月10日に投票してください。明日不在者投票でボールペンでやるんだったら、日曜日にあそこに書いてあるゴルフのスコアカードみたいな鉛筆で書いてください。朝の7時から夜の8時までやってます。皆さん必ず行ってください。で、ゴルフ行くんですが、ディズニーランド行くんです、やめてください。日本のが大事なんだから。もし遊びに行くんだったら、朝の7時からやってるから、7時に投票してから子供と遊びに行くとか、ね、ゴルフに行くとか、そうにしてください。それからどうしても例えば日曜日が出産予定日なんですっていう人だったら、出産しちゃうから、そういう人は仕方がないから、あの明日とかってやってもいいですよ。でも極力万難を排して、日曜日に投票してください。そうすれば支持票が少ないから。ね、もう一つ、ね、藤村明子さん、ね、老眼で目が見えないと、私もそうなんです、老眼でもあんまり見えないんですけども、そういう人は老眼鏡忘れたったら書けない、だったらひらがなでも OK なんです。皆さんひらがなで書いてください。ひらがなでいいから。それからね、藤村明子さんが綺麗で可愛いから、藤村明子可愛いって書いたりとか、藤村明子ハートマークってやると全部無効票になっちゃうから、ちゃんと名前だけを必ず書いてください。で、それから今度は比例区ね、比例区は我々賛成党、賛成党って書くか、ないしは神谷総平さん、吉野俊明さん、さんを含め神谷総平、吉野俊明、松田学、武田邦彦、赤尾由美、この5人がいる。この5人のいずれかですよ、いずれかを書くか、ないしは賛成党って書いてください。もしも松田学先生の松田学プラン MVP が一番いいと感銘を受けている、ぜひ松田先生の意見を通したいんだ、そう強い思いがある人は松田学って書いてください。教育が大事だというふうに思っている人、それから神谷総平って書いてください。今日は全然言ってないけど、医療の話だったらこれがいいんだと言ったら私の名前書いてください、ね、ありがとうございます。資源とか権利問題、原子力の問題、武田先生が日本で一番詳しいです。そういう問題についてやってもらいたいというのは武田邦彦って書いてください。武田邦彦先生、武田邦彦さんって書いちゃダメ。そして最後ね、日本の経営の問題、中小企業の問題、こういうものがおかしいと思ってるんだったら、赤尾由美さんが専門だから赤尾由美さんって書いてください。間違っても絶対に吉井凛とか書かないでください。アウトです。松尾学先生もそう、マナー B はダメ、兄貴もダメ、弓芸もダメ、ね、全部そうやってちゃんと書いてください。なので一番分かりやすいのは、藤村明子って書いたら、あと賛成党にすればいいじゃない。で、それが1個目ね、まだ1個目ですよ。もう1個はその120万票だけだと不正選挙に勝てないから、500万票にしようって神谷さんが言ってるでしょ。ぜひ500万票にしましょう。そのためにはどうしたらいいか、どうしたらいいかって言ったら、私とか神谷さんがいっぱい街頭で出してるから、それを LINE でいいから貼り付けて送ってください。で、私の例えばこういう街頭演説を聞いて感動したっていう人いっぱいいます。涙が止まらなかったっていう人がたくさんいます。そういう人たちが感動して、そして本当にそうなのかな、たまたま今回1回だけ面白い演説言ってるのかな、感動する演説言ってるのかなって思うので、そういう人が調べて、また私の演説をたくさん調べるらしいんです。
そしたら本当にこの人は同じこと言ってる言ってて、そしてそれで本当に僕のことを今度吉野俊明って検索したらいろんなことが出てくる。それで何回もそういう人がね来てくれるんですよ。で質問したりしてくださるんですよ。で一番早い人は1週間前に知って勉強してもう30人とか40人拡散してまから来ました。でもどうしてもこういう YouTuber の人がやってくださってるのは番組がね、チャンネルが消えないようにコロナウイルスとかワクチンってことをピーって消しちゃうでしょ、もうね。でそれが分かりにくいから確かめに来ました。でどうですか、やっぱり本物が一番ちゃんとしていてきちんとしていてかっこいいですと言ってくれるんですよ。だから皆さんの一押しの動画あるでしょ、一押しの動画、ね、僕のでもいいですよ、神谷さんのもいっぱいあるから、もう本当に口角泡を飛ばして絶叫して、本当に僕もそうです、神谷さんと一緒に応援演説してると途中でやってると泣いちゃう時何回もあったんですよ。もうね、涙が止まらない。でそれで俺が涙をこうやって拭きながら演説してパッと見たら神谷総平が涙が止まらない、そういうのがいっぱいあって、でそういうのも一押しの演説があると思うから、そういうのアドレスをね、コピペでいいんです。それで賛成党に投票してくださいとか賛成党がいいんですもん、それも言わなくていい、言葉だけで絶対通じる。今もそうです、あそこにお天道様がありますよ、ちょうど僕の顔をついて見てるから、あそこから来てるエネルギーでお先祖様が来て、それで僕の口で発してるんです。だから全然僕事前にどんな話をしようとか決めてません。皆さんも分かると思うけども、毎回全部違う話するんでしょ、そうですよね。だからそれで例えば中小企業の経営者の人で困ってるなって言ったら加藤さんが送ればいいし、ね、それから原発の問題で同一の人だったら竹山先生でもいいし、それから大和魂って知ってもらいたいんだったら私と神谷先生、神谷さんで送ってもいいし、そういうふうにしてください。それで30名に送ってください。それで、私たちは矢面に立ってます、今もそうだけど今飛んできてます、辛いけど、それでこういうところにいると何でも悪いことしてないのに人格攻撃されたりとか馬鹿にされたりとか、それこそ最悪は銃弾が飛んでくるかもしれない。それでも私も藤村さんもそれでも立ってるわけですよ。ここに立った人は頭がいいわけでもない、学歴があるわけでもない、地位や名誉も関係ない、お金も関係ない、なんでやってんですかって言ったら、この国を良くしたいからなんでしょ。皆さんもそのためにここに来てるわけじゃないですか、そうでしょ、そうですよね。だからレッドさん、カメラさんが、オレンジャー、それから藤村さんをはじめとする45人の候補者もみんないろんなものを失ってるんですよ。お金も時間も家族の時間もそんなのも全然ない。私もそうですけども、もう子供だってもう2週間ぐらい見てない、そういう状況でもそれでも何がしたいかって言ったら、この国を救いたい、この思いでやってるんです。だから皆さんも僕とか藤村さんまでの勇気と覚悟と決意をしていなくてもいい、そんなのは僕たちがやるから、やおうとも立って恥ずかしい思いさせられたり痛い目をさせられたりするのをやるから、だから僕たちをその勇気の10分の1でも100分の1でもいいから使ってください。それが LINE でアドレスを送ることなんです。皆さんなんか送るの嫌だなとかね、なんか嫌いだなって言われたらどうするのかなって、そんなのあるかもしれない。でもそれを勇気を振り絞ってここに立ってると思って、それを知り合いの方最低30人送ってください。この思いがね、本当に日本を変えるわけです。今日は七夕が終わって7月8日、ね、桜木町駅ここありますね、ここに来て皆さんも今日絶対忘れないと思う、ね、ただでさえ忘れないのにすごいやつがいるからもっと忘れないと思う。なので今
当にね、天が見てると思います。で、天にいるのは神様じゃないです。我々はご先祖様が見守ってくださってるわけです。だからよくね、天が見てるんだから、ご先祖様がいるんだから悪いことしちゃいけないよっていうわけですよ。で、お客様がいても悪いことしてる人もそこら辺いますけど、だけどね、見てるから。そしてこの状況がちょうどいい。これで皆さんは決意が固くなったんじゃないんですか。我々が今回の人生、命はたった1個しかない。だからここにいる皆さんは残念ながら全員最後は亡くなってしまいます。残念だけど亡くなってしまいます。その時にあの7月8日のことを思い出してください。1年後でもいい、10年後でもいい、死ぬ直前、本当に、ああ私は生まれてきてよかったと、本当に生まれてきてよかったと、絶対にぶれなかった、逃げなかった、そしてきちんと自分の人生を生き抜いて自分の人生の主役をやりきった。子供や孫、孫がいて全然恥ずかしくない、本当に楽しいことやったんだ、だから後悔なく天に戻れるんだ、そういう死に際を見て子供たちは尊敬するんです。今なんで子供の自殺が多いのか、日本はこれでもこれでも1回は沈没しかけて下がりますよ。僕らが例えば私50人入ったとしたって3年間ぐらいまだ落ちるの、残念だけど、とにかく今穴がたくさん開いてるから、そこからポロ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 お金が漏れてるんですよ。ユダヤマネーが引っ張ってるから、まず我々がやるのはまず入って分析するとこ、どこに穴が開いてるのかっていうことを見ること、次にそこちゃんと埋める、これだけで 2,3 年かかります。そしてこれをちゃんと再浮上する、中に腐ったものがいっぱい入ってる海水が、これ全部出す、そしたらやっと上に上がるから、上に上がったら向いてる方向があっちに向かってんですよ。ユダヤマネーが金が儲かる方に日本丸が向いてるから、それをちゃんと操舵して、ちゃんとあっちの方向、あそこにお天道様があるから、お天道様がある方向に向かって、そして日本を再生する。ここに行くには多分20年ぐらいかかります、どんなに早くても。それを我々がきちんとやらなければいけない。なのでそれをするためには、今日もそう、そういう小さいお子さんがたくさんいて、彼らにそれをやってもらわなきゃいけない。申し訳ないんですよ。で、私たちもそうなんだけども、僕も増えて反省です。人に任せていたからこうなっちゃったんですよ。誰かがやってくれると、投票すればいいんだろう、大臣の先生がやってくれるだろう、そうじゃない、みんなが自分でやる。だから参政党はみんなで一緒にやりましょうって言ってるんです。ですから私は絶対に言わません。一票入れてくれたとか、私を国会議員してくださいとか、下手すると私を男にしてくださいとか、そういうこと
で言うんです。それからこういう外線車でもそう、今日も何回かすれ違ったけど名前ばっかり連呼してんの。私は今一度も名前は連呼してないけども、モノマネでやります。私がもしもそういう国会議員になりたいだけの人間だったとしたらというドリフじゃないけど、もしものコーナーをやります。いいですか。もしもどうしても大議士になりたいだけの吉井がいたら、チャーラチャ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 最後に例のあれをやりたいと思います。私がせーの1、2、3、正当というのでご承諾ください。よろしいですね。いいですね。よろしいですね。